皆さんこんにちは。今日はとても簡単にドライブの感覚を体験できて実際に使えるようになる禁断の練習方法を紹介します。攻撃型の選手にとってドライブは必須技術ですよね。世界でもトップの選手が主戦武器としてみんな使っています。ドライブを自在に操ることはドライブマンの憧れでもあります。でもドライブができているのかわからない、もっと質を上げたいけれどもどんな練習をすればいいのかがわからない、こんな悩みをお持ちではないでしょうか。私も何万回何十万回と練習をしてやっとの思いで質のあるドライブの感覚を手に入れています。ドライブができたら勝てたのに、こんな経験をされた方は多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。ドライブは攻撃にも守備にも使える万能な技術ですので、巧みに操れるようになれば勝率アップの可能性がぐっと上がりますよね。しかしドライブは感覚が分かるようになるまでに相当な時間がかかります。質のいいドライブができる人は少数です。その感覚が簡単に分かるようになるって超美味しい話だと思いませんか？世の中美味しい話はそうそうあるわけではありません。ですが今日ご紹介する方法で練習をすれば超簡単にドライブの感覚を体験することができます。継続して練習していただくことでドライブのレベルアップ間違いなしと言っても言い過ぎではないと思います。とっても簡単で効果的な練習方法なので、ドライブが苦手な方にも希望の光が見えてくる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは元全日本10位の私が卓球の技術紹介や強くなるためのポイント解説、用具紹介など卓球関連の情報を配信しています。卓球強くなりたいと思っている人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では今から禁断のドライブ練習法を紹介していきます。まずはじめに皆さんにはお約束をしていただかなければいけません。なぜならこの練習方法はルール上禁止されているブースターと呼ばれる補助材を使用するからです。ですが練習で補助材を使用することは問題ありません。くれぐれも試合で使用しないようにお願いします。ではなぜ補助材を使用するのか。補助材はラバーのスポンジに塗るとスポンジが膨張して柔らかくなります。この状態のラバーは通常よりもスピード回転量ともにアップしてドライブの感覚も感じやすくなります。補助材を使用することでこの感覚で練習をすれば誰でもドライブできるはず、そう思える状態を作り出すことができることに気がつきました。使用する道具はこちらです。ブースター補助材ですね。ラケットはワルドナーカーボン JO シェイプ、柔らかくてしなりのあるラケットがおすすめです。ラバーはアクーダS3 とバラクーダビッグスラム、どちらもスポンジ圧 MAX を使用します。スポンジの柔らかいラバーを使った方がいいと思います。アクーダ S2 もおすすめですね。もしこの練習を補助材を使わずに行いたい場合はブルーストームプロ AM をご使用ください。このラバーは回転をかける感覚伝達に非常に優れているので代用できると思います。今回使用した道具は概要欄に記載しておきますね。下準備として補助材をラバーのスポンジ面に塗ります。あまり多く塗ると乾きにくいのとスポンジが膨張しすぎてこんなに反ってしまうこともありますので薄めに塗っていきますね。はい、このまま丸1日乾かします。完全に乾くまで放置です。ではまた明日。じゃーん、完成しました。見てください、こんなに反っています。補助材が乾いたら卓球用の接着剤で貼り付けてください。補助材が乾いていない状態で貼り付けると補助材の効果が出ません。つまりブーストしてくれませんので丸1日は乾かしてから貼り付けるようにしてください。貼り付けました。なんか良さそうな感じがしますね。めちゃくちゃ柔らかいです。では実際にボールを打っていきます。通常よりもボールの上を打球してください。力まずに楽に打球をしましょう。慣れてきたらさらにボールの上を打球するようにしていきます。これだけです。ラケットに対してフラットなインパクトではなく斜めのインパクトをするだけです。キューンキューンやキャンキャンといった擬音で表現できるような音が鳴ります。
パン、パン、パチン、パチンといった系統の音ではありません。ドライブができない人は斜めのインパクトでボールをコントロールすることに信頼性がないはずですので、この感覚が当たり前に感じられるようになるまでたくさん練習してください。最初はひょっとすると気持ちよくない感覚かもしれません。しばらくは我慢してくださいね。ラケットの面をこんなに下を向けても打てるんだという実感を得られたら、ドライブの道に入ったと思ってもいいかもしれませんね。フォアハンドドライブの注意点は、できる限りボールの上を打球すること、力まず綺麗を心がけること、スイングの終わりが顔の中心を大きく超えてしまわないこと、あとは音に注目してキュンキュンやキャンキャンというような擬音に近い音になっているか確認しながらやってください。バックハンドドライブの注意点は、これもできる限りボールの上を打球すること、力まずに綺麗を心がけること、肘を伸ばして前に押し出してしまわないこと、あとはフォアの時と同様、音に注目してキューンキューンやキャンキャンのような擬音に近い音になっているかを確認しながら練習をしてください。最後には自分のいつものラケットに戻していただいて、感覚の変化を実感しながら繰り返し練習をしてください。今回の練習用ラケットといつも使用しているラケットを交互に使用したりすることも効果的です。どちらのラケットを使った時でも注意点は同じです。感覚の変化を楽しみながらやっていただくと、継続して練習をやりやすいかもしれませんね。ほとんどの場合初日から変化を感じられるはずです。ですがその感覚が信頼できる感覚になるまで続けて練習してください。次の日になったらその感覚が鈍ってしまっているかもしれません。いや絶対鈍ってると思いますので、毎日の練習に10分ぐらい取り入れてください。絶対質のいいドライブができるようになります。今よりレベル上がりますので絶対やってください。そして憧れのドライブマンになってください。ちなみにブースターの効果は多くの場合2週間から1ヶ月ぐらい持続します。ですので毎回塗る必要はありません。効果が落ちてきたなぁと感じたら、先ほど紹介したように塗り直してください。その際にラバーに溜まった接着剤の層は擦ったりして取った方がいいと思います。接着剤の層を溜めていくっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ラバーが重くなっていってしまいますので、層は取った方がいいかな。まあそれは好みです。溜まった接着剤の層を取る場合はラバーのスポンジがボロボロにならないように気をつけて取ってくださいね。この映像のようにラバーに付着した接着剤の層を引っ張ると簡単に取れる場合もあります。使っている接着剤によって取りやすさが異なります。補助剤の乾き具合にもよりますので、このように簡単に取れるかどうかは分かります。
ません。接着剤の層が分厚く、補助剤が乾いている方が取りやすいです。こちらはラバーに付着した接着剤の層が引っ張って取れない場合の取り方です。このように擦るしかありません。この時にラバーのスポンジが傷みやすく、ポロポロと取れてきてしまう場合がありますので、十分ご注意ください。この方法でも補助剤の乾き具合によって取りやすさが異なります。こちらの場合ですと、補助剤が乾ききっていない方が取りやすいですね。すみません。ちょっと話が逸れてしまいましたね。ドライブの感覚が分かってきて、ボールタッチが良くなってきたら、返球ボードでの練習が効果的になりそうですね。1000回続けるのも夢じゃないですよ。私が返球ボードで1000回続けている動画のリンクも一応概要欄に貼っておきますね。もしよかったら見てください。今回の動画いかがでしたか？ドライブを覚えるのは簡単なことではありません。頑張って練習しているのにどうしても感覚がわからない。こういったケースはよくあります。しかし身近に上手な人がいると羨ましくなってしまいますよね。私もこういった経験は嫌というほど味わってきました。ですが試行錯誤をしてたくさん寄り道をし、たくさん練習したことによって大して才能に恵まれていない私でもフォアドライブを武器に全日本で10位になることができました。この動画を見ていただいた皆さんがこの練習からドライブの感覚を覚えてたくさん練習していただければドライブを武器に試合が行えるようになると思います。卓球は苦しく感じることも多々ありますけれども、これからは私と同じドライブマンです。一緒に頑張っていきましょう。